スイマカレンチン山本アビランジュン選手なんちジュン選手やびんゆたさることうみげーさめやマイクやびん、はい、よろしくお願いします。お願いします。いいね、コンパクトでね。はい、ありがとうございます。マイクちゃんはね、はい、これ電池長いからね、ちょっと少し疲れるんで、ね、疲れるんですか。今日は内名口講座ですけども、テーマがね、お風呂ね。まいこちゃん、お風呂入るとき、例えば髪を洗ったりとか、はい、そのどこどこ洗ったりとかさね、はいはいはい、それを全部内名口で教えていきたいよ。あ、はいはいはい。お風呂はちなみにユーフルっていう。ユーフル。これシャワーもや一緒ですか。シャワーっていう言い方はないの。あ、ないですか。うん、もともと沖縄シャワーなかったんじゃないの。あ、ない。わからんけど。シャワーがなかったんですか、もしかしたら。お風呂入るときにまずはどういう行動を取りますか。お風呂入りたいですか。もうちょうどこれ。洋服脱ぎますね。洋服を脱ぐ。洋服を脱ぐ。洋服はもうそのまま、はい、洋服、はい、で、洋服、着物とかだったらチンって言うけどね。チン、うん、で、脱ぐは脱順、脱順で、脱いだらまずは、はい、お風呂場行くでしょ、はい、で、どこから洗いますか。私は、頭から洗います、うん、頭、カラジ、タンティカラジ、カラジカラジから、で、これは何で洗うんですか。カラジですか、うん、髪の毛粉。シャンプーです。シャンプーで。シャンプーはサンプー。サンプー、サンプー、サンプー、なんか覚えやすいですか、サンプー、うん。で、次はどこ洗うんですか。頭洗って、次が肩ですかね。嘘、そうなの。俺小指出しの次ですか。次そうなってる。肩、はい、肩ですね。肩は肩ばい、肩ばい、うん、これちょっと体のね、部位っていうか、はい、そこの説明になるかもしれないな。そうですね、かわいい。で、次はまあ、細かくいっていうのもあるけどね。そうですね、お腹ですかね。お腹は何だと思う。広くない。ヒント欲しいです。ヒントはね、お祭り会場に行って綿、ピンポーン、おー、すごい綿、すごい、すごい、びっくりしましたよ、自分も。びっくりしたね。はい、はい、で、上から順々、あ、そうですね、バンズついくんだ。そうですね、なるほどね。綿で、お尻が、はい、お尻なんか送る。お尻、あ、わかりますよ。はい、チーですか。チー、うん、チー、うん、チー、チーまで来たらもう言えるぞ。チビだ。あ、びっくり、びっくり。そう、お尻はチビなんです。はい、で、膝。あ、膝。うん。膝ですか。膝、足。ふくらはぎとかもあるよ。組んだとかね。うん。膝の順番であるね。はい。これ全部洗いました。あ、流しますね。あ、水流す。はい。水。あ、水で。うん。水で流します。水し、水さに。これは体のね、部位ね、はい、で、水さんに流す。これは、はい、水で全部流す。その後、そのテレビに、うん、違いますね。体を拭くだ。ああ、びっくりした。びっくりした。俺そのまま、あれするのかな。いや、びちょびちょになってるんですか。体っていうのは、はい、体はドゥって言うんです。ドゥ、ドゥを、フチュンでいいな。一応体はドゥ、ドゥで、拭くはフチュン、フチュン。そしてその後ドライヤーですね。あ、ドライヤー、なるほどね。ドライヤー、髪の毛乾かします。ドライヤーっていうのは、はい、内な口でね、はい、あちかじバーバーです。あちかじバーバーって言うんですか、うん、やば、熱い風がバー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 、あちかじバーバー。これがドライヤー。その後はもう普通にいつも通りルーティンで行ったら着替えますね。あ、着替える。あ、そっか、はい、そっか。あ、ドロ、あちかじバーバーやってから着替えるんだ。そうですね。あ、そういうの。はい、基本服は着たくない人なんで。あ、そうなんだ。そうそう、普通にお家出るときも。お家着てますね。あ、そうだな、はい、あちかじバーバーやって、で、洋服を着て、で、もうそれで終わり。もういつも通りであれば普通にビール飲んで、島飲んで、はいはい、で、2時3時ぐらいまで夜更かしして、いやで、人の文句言ったりとかしながら酔っ払って。あ、それジュン選手じゃないですか。違います。誰でもない。誰でもないっていうか、酒飲まないおじさんです。まあ、そんな感じですかね、はい、あと、ちなみに石鹸。あ、はいはい、うん、石鹸はね、ムエテで石鹸ってふすん、調べてください。あ、調べます。
わかんないみたいな。さっきなんかあったんだよ。あったんですか。なんかあったっけ。これも俺もまた調べます。覚えます。はい、いい自分から石鹸はよとか言ってきながら。はい、とは安心。この動画をゆうたさんにチームへ。チャンネル登録、アンサーに高評価ボタン。ゆうたさるぐとうねげさくら。せーの、下いかーというふうにこんなであろう。石鹸をネットで調べました。正解は、うちなぐちでサフンです。改めて、その謝罪を3分間やりたいと思います。リプシテや、シテや